皆様こんにちは。今回はついに日本語と英語間の翻訳ができるようになったスマートフォン用 Google 翻訳アプリのリアルタイム翻訳機能ワードレンズをご紹介させていただきます。スマートフォン用 Google 翻訳アプリは2017年1月25日に Android 版がバージョン 5.7、 iOS 版がバージョン 5.5 にアップデートされ、カメラで写している文字を画面上でリアルタイムに翻訳してくれるワードレンズ機能における日本語と英語間の翻訳のサポートがついに開始されました。ワードレンズは海外では2014年から提供が開始されていたので、ようやく日本でも利用ができるようになったわけです。ワードレンズは素早くリアルタイムに翻訳を行うため、事前に日本語の言語ファイルをダウンロードしておく必要がありますが、最初にワードレンズを利用する際に言語ファイルのダウンロードを促すウィンドウが表示されるので、指示に従ってダウンロードを行ってください。もし誤ってウィンドウを閉じてしまったとしても、メニューアイコンからオフライン翻訳をタッチすることで言語ファイルダウンロードページを表示でき、ここから日本語の言語ファイルをダウンロードすることができます。実際のワードレンズは Google 翻訳アプリを起動して表示されるカメラアイコンをタッチし、翻訳する文字が書いてある被写体をカメラで写すだけで利用できます。また現時点では英語を日本語に翻訳か、日本語を英語に翻訳の2方向にのみ対応していて、翻訳言語は画面上部の矢印アイコンで切り替えることができるようになっています。ワードレンズは例えば英語圏の外国に行った際に、看板や道路表記などの単純な単語を翻訳して利用するのに適した機能となっています。逆に文字が多く表示されている被写体ではうまく機能しないこともあるので注意してください。この他スマートフォンを横向きにしてしまってもうまく機能しません。ワードレンズを利用する際はスマートフォンを縦向きにして利用するようにしましょう。以上、ついに日本語と英語間の翻訳ができるようになったスマートフォン用 Google 翻訳アプリのリアルタイム翻訳機能ワードレンズのご紹介でした。